の知らない世界。あの関取、あの今日の取り組み終わった関取が帰ってきて、で一緒に飯食うね。すごい。ああ面白かったね。あの時は、ね、飲み放題みたいなしね。ほんであの全部あのちゃんこは若い衆がこうだついてくれるしくてな。へえ。また行きましょうとか。おおつまえな。つまえな。でビール飲んでワイワイみたいな。そしたらあのあれですよね、なんとかさんの知り合いなんですよね言ったら、俺は全然知らないんだけどな、はい、間接的に知るだけ。ああはいはい。だからソース言うたらえらい扱いしてうん、だからだんだん酔っ払って調子こいて、はい、その後の関取はほんまに動かんのかってチャレンジしてみたのよ。おお、だからいわゆるワクワクが出てる。だから4二段とかまあまあまあマック下のやつとか、はい、まずそいつらからな、はい、あのまあまああんま大きなやつにな、ちょっとやろうややろうや言うてちょっとこうぶつからしてくれ言うて、はい、やったけどね、全く微動だにせんかったな。そのだって12段っていうとまあ、下から2つ目ですね。あそうだ、その上が幕下とかやから、はい、その辺の序の口か、その上がその辺でも全然動かへん。もうねやっぱりすごいな思ったあの時な。やっぱりもう毎日鍛えてますね。そりゃそうやで、豊かでな。あでその時たまたまそこの幕内のな、まあまあ上の前頭筆頭から前頭のまあまあええとこでおった外人力士がおったよそこにな、はい、ヨーロッパの力士おって、はい、でそういう人にもちょっとどれも一回やらしてくれや言うて、その大きいやつが190ぐらい死んじゃったからでかっ。それに向かってグワーって暖房してもな、はい、微動だね。あれはほんまに岩やったな。最後転んで転んで投げられて終わった。あしらわれて終わったけど。もうあの子供のように扱われてる。あれはほんまやばかった。だからああいうの見るとやっぱりね、はい、体やっぱちゃうなと思うね、行くとね。まあでも本当もうあれですよね。死とちょっと瀬戸際ですよね。僕らなんかそんなぶつかって張り手とかされてても吹っ飛ぶやないですか意識。あれはね。昨日喋ってていいけど、はい、多分彼らのね、まあ、相撲見に行った人は分かると思うんだけどね、はい、百何十キロの人間が二つかやで、真ん中で 全力でドーンと当たんだよね。もうね、あの音はすごいよ。人と人が当たったらあんな音するんだよね。あれはね、テレビでは分からん。ああ、そうなんですか。あれにしようかな。やっぱりあっこで見ないと分からない。あとでバチンってする音がね、はい、なんじゃこらと思うで。迫力すごそうですね。それこそ本当に。だって何トンやろ多分。分からん。俺、よう分からんけど。その衝撃。と思うであんな。あれはやばいで。だって百何十キロが、もう、超スポーツマン。あれめっちゃ動けるじゃないですか。うん。お相撲。あれ太もも見たらすごいで。やばいで。やばいですよね。あの太ももでガッチャンって組んでんで。スピードがすごいんで、やっぱ体重がある程度重いっていうので。もう、飛んだってことで。今ちょっと、コーナーで心理が運転が下手で、今、コーナーになってしまいましたけど。はい。あれほんまやばいよね。うん、で、まああの、なんていうの昨日も喋ってたら、そうそう、だからあの、張り手とかあるやん。はいはい、張り手な。張り手、はい。多分あんな、あの、俺ら食らったら、首折れるで。はい、いや、まあでも本当に、そのレベルでしょうね。いや、折れるで、あの、ほんま見て言うてたもん。もう普通じゃうで、あの張り手、バッコーンできたら。あの、サンクチュアリ見たやろ。はい。あんなレベルで、俺、バチーできたら、もうな、多分、顎の骨、一瞬で砕けんじゃん。うん。うんうん、でしょうね、多分。そう。めっちゃやばい。だから、心理とか言ったらな、あれじゃあ、お前なんかバトンやられたら飛ぶんじゃん。普通に。頭一回転ぐらいするんじゃないですか。どういうこと？頭一回転。首とか。漫画やろ、それ、くるくる回るの。トムとジェリーじゃねえんだから、お前。アホか。死んどるわ、ほんまに一発で。くるくるくるって、またくるくるって戻らへん、言うて。まあ、そんなんはどうでもええけど。まあ、そんな感じでね。だから来年は、はい。ちゃんこを食べに行って、で、もしもあれやったら、みんなね、朝稽古見に行ったりするんやけどね、好きな人もね。あ、結構、見学できるんですか、あれ。だから言うといたらね、あの、こっちから、その、谷町の人に言うといて、はい、お願いしたら、まあ、あの、席があるんであれば見させてくれると思う。すげえ。だから、まあ、稽古見たりとか、はい、まあ、あとはね、そこからまたちゃんこ一緒に食べたりとかね、はいはいはい。できるんで、皆さん、だから、あの、やっぱり、そういうとこの、谷町やってるところの会社の従業員とか、皆さん一緒に、ちゃんこ食べにいっぱい来てるよ。ああ。だからその谷町してる人はまあどこの社長とか、あそこのお金をね、あの要はあのお祝儀渡してるから、ね、はいはい、そういう人はあの後援会も入ってるし、まあそんな関係であの何て言うかな、そこの従業員さんがみんなこう一つのテーブル全部あのそこの会社の従業員とかで食べてるよつもり。あ、なるほど。そんな感じになってたね。すごいですね。いやもうなんか、
本当小春さんのそのなんていうんですか、いろんな出てくる有名人の名前のレベルとかそういうところに行けられるつながりとかもう半端ないですよね。いやそんなのなあれやね、勝手に探すからなかった。どうにかして行く作戦を探してたらどっかにおんねん。はい。行きたいと思ったらね、どっかにあるから、はい、ルートが。ああ。そう。で、そんなまともなルートで行くん嫌やから、だいたい裏ルートを頑張って探ったけど、俺第3のルートが一番好きやんで、チケットも買わずに、だいたいそういうとこからいろいろね、やりながらやって、で、来年はまあ、シーンにもそれを見てね、はい、一度それを見て、で、最後はね、はい、本場所見て、はいはいはい、で、マス席で酒飲んで、はい、で、また大暴れしてね、はい、で、そこで横綱とかね、その大関とか、まあ、それで有名人がね、はい、逆にこう、負けたりするとね、はい、分かる座布団が舞うって。ああ、はいはいはい。バンクーラセになるとね、はい、みんなこう座布団掘り投げんだよね。座布団は投げないでくださいって言われるんだけど、投げない。投げんだよ。だからあれ楽しいんで、はい、ぜひそういう取り組みがあってほしいなと。ああ、なるほど。それ、ちょっとほんまリアル撮りたいですね。リアルで面白い。だから昔は朝勝利がいた時代は、はい、彼がヒール役やんか、どっちかだからな。悪者役をするから、はい、あいつが負けたりするとみんながわめや盛り上がってくる。ってやってくると。まあそんなのをね、まあ、なんていうか、行ったらいいんじゃないかと、はい、まあだから朝勝利なんかもうよう喋ったけど、朝勝利なんかだって伝説やからね、やっぱりな。あいつなんか大阪で本場所中やで、はい、本場所って分かる、戦ってる時やで、はい、場所中に酒飲んでて、はい、どっかで飲んでて、そのまんまの車で名古屋行って朝まで飲んで帰ってきて、はい、そのままそれに勝つからな、相撲して。あの人普通ちゃうで、ボトル3本か4本飲むらしいよ、普通に。うわすっごい、やっぱ酒も相当強いですね多分。あの体でかかったもうレベルがちゃう、レベルがちゃう、もうあれはすごいわ、マジで、マジ伝説級の話、伝説級、伝説級やば。だからなあ、さっきも言ったけど、関取になろう、相撲取りになろう思ったらね、検査があるんでね、ちゃんと。ああ、テストみたいな。テストっていうか、まあ体の身体がね、はい、ある程度ルールがあって、確か身長170ないと入れなかったかな。あ、だからお尻その瞬間終わりやけど、そんなもう僕は無理ですね。でもあの時に、はい、昔おった舞の海とおったちっちゃいしな、舞の海は確かあいつもないから、はい、なんか頭にこぶつくって言ったっていう、ね、そういう逸話があるぐらいやっぱ、まあ、まあまあ体がね、やっぱその時点で無理なんでってことでね。へ、まあまあいろいろありますよ、伝説がね。あ、もうまあ試行錯誤していくんですね、やっぱ本気の人は。それでも行くね。だからぜひね、来年また楽しんで、はい、相撲もいけたらいいんじゃないかと。で、まあ動画をね、ちょっと差し込んでいただいて、この子にね。そうですね。うん、で、まあ差して、はい、で、まあまあ、ぜひ見ていただいたら、昨日のパーティー、まあ軽く、まあ、どんな感じか、だけね、見ていただきたいと思っております。はい。それでは今日は、この辺で、はい、この辺で、動画見ていただいて、はい、動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。で、最近ツイッターも始めたので、そちらの方のフォローも、ぜひよろしくお願いします。では今日はこの辺で。皆様、のこれ、ご列席いただいた皆様のご健勝とご多幸を祈って、よー